こんにちは、つばやなすです。こんにちは、おそくです。今回もアドバンスウィークやっていきたいと思います。おなじみのある出来にはなっちゃったんですけど、ヒタンガガがですね、はい、ギリギリチクタックみたいな GR ゾーンを使うカードやシリーズ入ったフレパー構築にしているので、はい、アドバンスのヒタンは4ターン目に打点外でうわーみたいになるみたいなのをよく言ったりすると思うんですけど、その辺を見せていきたいなと。そうですね、オリジナルでもあんだけ強いけどアドバンスはもっとすごいです、ね、かもしれないということで、はい、いろいろ環境デッキと対戦見ていきたいと思います。いってみましょう。お願いします。それではまずはダークネスからお願いします。はい、お願いします。最初はグーじゃんけんほい。やば、実質エクストラインですからね。やばいここで。おお、プライマル埋めて、はい、プライマル、あ、終了で、まあ、ギリギリチクタックさんはちょっと、そうですね、まあ、バトン3つあるとギリギリチクタックさんはちょっと突っ込んでもらいましょうか。ギリギリチクタックのためにブルスガで刻むのがセオリーなんですけど、アドバンスのヒタンは、はい、ただまあこれがいる限りギリギリがただの2コストなんで、そうなる、殴らなくていい状態になりましたね。逆にこっちか、はい、で、タンシロきつい。アダムスキー埋めます。はい、マナでリライフ、はい、1マナを加速、終わり。はい、でドロー、おお、いや、ここでもうキルがあるか、走ることもできる、いろいろありますね、やり方は。多分そうですね、まあ、ストライクは大量に入ってるから、そうですね、なんでその下手に今ガガガで投げるプランを狙ったりするとガードストライク1枚で止まっちゃう可能性もあるので、2ターンかけていくのもありそうですね。そうですね、いろいろあるな、まあ、1回ガガガパン足してっていうプランも全然あるので、これはまあちょっと3マスからね、これ絡めて4ターン目に走るプランもちょっとあるんですけど、1コスト、まあ前回の冒頭ですね、はいはい、死にガガガ、あ、失礼しました。いやー、全然死にうると、まあガードストライク1点ここで来いよ。いや、どう、いやー、これだ、いや、こっちだな、まあ1点、うおまあ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 、はいはいはい、これでターンシロで解除しておしまいです。よしよしよし、ドロー、あー、けど鬼タイム発動してる。そうですね、ここは何かで殴り返されない限りは大丈夫です、ね、わー、さあダイパー埋めます。はい、ベルデ、はい、ベルデなんだが、ちょっと少しでも減らすかライマルでブルースガにパンチ、はい、監獄入道にパンチするとき、はい、デッドダムトでガガガを墓地へ、墓地へ、では一番ショップアサリキドさんがアタック、終わりです。はぁ、ちょっとスチュリス、スチュリスの、まあ今回はあパワープランですね。あぁ、まだ持ってる、もうまあまあだから行ったのはなるほどね、あ、まあ2段階で殴っていくみたいな感じ、ね、1点、いえー、ないだろう2枚よく、いや、この違うあぁ、はい、じゃあ、一応破壊されてアタップして、あー、はい、いや、素晴らしい、そうっすね、そういうプランもありますね。あ、まあ、今回は、まあそうですね、まあこれはオリジナルでもできちゃうんですけど、まあ一応チュリス置いたんですけど、まあさっきのがチュリスが出るようにあったので1コストのかさ増しにはなっているので、はい、チュリスはそのガガガを敬遠してくれるので2コストのまあカードパワーありながら1コストの代わりにもなってくるっていうカードなので、ちょっと覚えておいてもらえないかなと。2点で踏んだけど、踏まなかったらもう多分そのままの形で3キルだったんで、踏んだとって一応後続があるみたいな感じで、そうですね、手札と盤面同時は無理だよねっていう、あ、そういう圧でしたね、はいはい、そうやってやっていくと結構かなり負け越しますはい、という感じでした。はい、別のタイム見ていきたいと思います。お願いします。それでは次はガイアッシュ波動とやっていきたいと思います。お願いします。最初はグーじゃんけんポイッ、おー、2組目の方がナチュラです。はい、抵抗ルピアを埋めて終了します。そうですね、なんかその悲嘆はほぼ確実に1点いってくれるので、まあ1点はそうですね、1番目にロージアから出せるなんかシステムクリーチャーとか置いとくっていうのも結構大事だったりしますよね。そこだけなんだよね、悲嘆割り切りそう、ね、あとは貯めれるから、まあ、これでで、ターンシャージ回収しておしまいです。はい、インフェルスタージュ埋めます。はい、2マナアメンデル、あれですよね、いやー、まあそうなんだよな。はい、どうぞ。お邪魔します。ノーチャージ、うわ、これはねそれやっぱギリチク出しません？ちょっとギリギリチクタクとかどうですか？いや、どうぞ。あ、ごめんなさい、で、エンドチ開始です。あー、エンドチ開始、ギリチク出したくないですか？今なんか
サザエさん手札がすごかったね。さらにすごかったね。いやもうこれはさすがに、いやまあカツキング目止まり。はい、じゃあバンドを押して、いやいやこれはやばい、すごい、とんでもないこと起きる。チツリスの方が軽減されてギリギリチクタックで、白1枚減っているのでイチャイチャで召喚します。で、ドロドロフィートさらに非文明のクリーチャー召喚したので1コスト払ってガイアルバンドを、まあ、ギリギリチクタックに乗せます。で、フィン剥がれます、はい、2体以上、まあ、3体召喚、火のクリーチャー召喚しているので1コストでワットブランドで、さらに5分の1枚なんていくのかなと。おいおい、やばすぎだろそれは。いや、さっきまではここまでだったんですけど、なんか、これからこれ引いたんで、お最大価格じゃんって。ブランド3兄弟、やばすぎる。ガガもね、あだね、5号のワットローで引けたらいいなと思ったら、さらにすごい通りなんで。いやもう俺ガガからじゃねえ。いや一応今全部これがね SA にもなってくれるし、これも起き上がるんで、まあ、これはもう絶対通したいです。素直にねいきましょう。いやー正解正解正解、黄金の方が、はい、はい、ではアタックなんか破壊されてアンタックス、そしたらにバカだろアロマンスだしで、まあ日体なんでヒットで今より。バカすぎるマジで無理だろって。どうやって返すねんこれどうやって返すねんガイアシャドウ。これまあガイアシャドウ、まあ、紹介したやつと違って主流が結構リライフだったりするので、はいはい、リライフの枠は捨て頃変えたっていろいろあるんですけど、リライフが多い方もいらっしゃるので、はい、まあ、ちょっとガードストライクはケアし気味に過剰打点で攻めるのが無難かなとは思います。バラさえないんでこういうことしたらもう絶対取ります。それでは墓地対価ともやっていきたいと思います。これもねちゃんとアドバンスいます。ただですね、一応こいつをまあ入れたりさあ、ね、はい、お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんポイント、アイコでしょ、アイコでしょ、すごいやられた。いやまあまあまあ田代で、あ実質これ先行っすね。終了、とりあえずドローして、いやいやこれだな、まあ、遅いいやそれはねこれはなんか起こるんよな。チャーシーには治療心マシン、なんか起こるんよな。それ余裕でジル込めます。はい、終了で、いやなんか起こる、なんか起こる、なんか起こる。ああまあいいか、どっちでもいいな。で1コストでまずギリギリが、軽減されています。はい、治療処ができない。まあ、そうですね、相手の城が4枚かなら治療処ができるんですけど、今回はできないんで、ただの2コスト2000のクリーチャーでビートロチで、フィルムに出たのでガガガが地質の軽減で1コストで出ます。で、最後ごめんなさい、封印がちょっと5枚です。封印が5枚です。めっちゃ白くんだ。ピピーつって、はい、1枚剥がれます、はい、で、最後1コストで2体出してるんで、はい、やばいだろ、なんか無から無から無からやばいな。で、そうそうそう、やった。1点からじゃないですか、2点から来ます。ああな、いやまあまあなんですか、まあまあまあ、そうだな、数一の方が。あロイヤルドリアン、ああまあまあまあ、じゃあまな行ってアンタップした後にここから破壊されますね。いやいやまあタイトルとか、いやまだな、いやいやジルもあるからどうでしょう。おっしゃ、はあ戻しますはあロイヤル戻します。あ、ありがとうございます。じゃあ、ライトタックで6以下のバードって書いてありがとうございます。おいおいおい、出演数が絡むと、まあ先行でも過剰打点っていうか、その太いで、今のもまあその例えばジアルで止まったとしてもバットが残ってる状態になるので、上からのクリーチャーが何でも SA に、おお上からのクリーチャーが何でも SA になる状態なので、さて割り切ることさえできたりすれば、まあまあいろんなプラン調査ができますね。今俺チルコンデスマしても負けてるなんかアピールされたの何そのアピール最悪なんか思ったやばすぎですね。はい、じゃあ敵紹介ね、はい、いきたいと思います。お願いします。オリジナルは結構メタカード、コタツムリだったりテスタロスターなんですけど、その枠がもうフルパワーカードと呼ばれるようなですね、チュスリスとチクタックが入ってる構築になってます。例えばアドバンスが再度注目されてきて、悲嘆が増えるようだったらこの枠とか、まあ、もしくはそのチュスリスがあるから1コストが実質がかさ増しになっているので、2枚目の1コストがいらなかったりするので、原則ソニックですかねを減らしてコタツムリの枠に変えたりみたいな BM デッキの作り方とかもありだと思います。2つはチュチュリスの軽減対象にもなってるので、そうですね、まあテスタロスタよりは噛み合いがいいかな。
そうですね、JO とかがめちゃくちゃ増えてたりするのであればテスタロサも考えるんですけど、うん、原則は火力的な話で多分そうですね、戦闘力も8ですしね。そうですね、そもそもね、さらにそのまああとこたつだったら4ターン目にダブルブレイカーになって伊達の補強とかもできたりするので、まあ、個人的には今言ったカードが分かるかなと思います、はい。まあ、地質があるとさっきみたいな先行3ターン目にバットとかができたり、後手3ターン目とかでも相手が想像しなかった打点を押すことができたりするので、はい、まあ、結構出率によって動きが広がっているっていうのがすごい特徴なのかなと思います。はい、やっぱアドバンスだとね、ギリチクチュチュースがあるのでかなり火力が増して持てますということで、最後連勝チャレンジで4シードラグナーやっていきたいと思います。お願いします。アドバンスを象徴するような対決です、ね、これは本当にティアワン対決、はい、お願いします。お願いします。最初はグーグーじゃんけんほい。おいーじゃん負けー。お願いします。お願いします。うわー、勇気のグレーズクロー不明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 ロシアロシア不明。どちら監督はい、おります。どちらかしておしまい。いやでもなー、よし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 、でも殴らないといけないんだよな、このグレーズ。そう、困らないよ。ノーチャージ。さっきやったやつ。うわこれで、いや裏目めちゃくちゃでかいけどな。見て、うん、どうしよう、しかし戻っ、あー食べてくる、怖い怖い。スタージュ見ます。はい、これはい、はい、終わりで、トロうぃなんそのビビットロー。まず1コストでね、作ろう。で、1コストまた3つやで、爆音3つやで、きたで、3つやで、あ、まいっすね、ジアルシャッフルしたかったですね、はい。どうぞどうぞ。いやまして、これ全部ポッコポッコソニソニポッコポッコブルンブルンで、はい、グッドルッキングッドルッキン、オッケー。あードープやんばよくない。ソニソニまあ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 、でもこれであと1万です、はい。で1コストでバッドブランドを、ああやってるわ。でワンドローで、一番赤いのバゲバゲもいる。あーお願いします。まあこれで SA が冬がね2体いるんで、でもない、1枚なら大丈夫。何の防護やこれ、余計すぎ。見てえっまあ、14バットか。ええアホデッキじゃん、アホデッキじゃん、マジでこれ今度は引いてくれたアホデッキじゃん、マジで強いよ。無理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 。いやまあそうですね、今はガグが絡んでなくてこの打点生み出してるんで、今回ブレイズだったんで刻まなくちゃいけなかったんですけど、まあ、ブレイズじゃなかったらもうゼロからこの場面ゴーっていう場面も作れたりはするんで、道中ちょっと踏みたくはなかったですね、ローチェアとか。そうですね、でここでまあそのこれとかめくれたりするとさらに打点がすごい凄まじいことになってるんで、ああおめでとう。やっぱ本当に強いわ、連打2枚からなんで、スーツにかつ悲嘆ガーガーですね。そうですね、ちょっとやそっとの受けは全く意味ないです。いやまあなんでやっぱり受けはある程度必要だったかなと思います。アドバンスは、はい、はい、ということでギリチク周りさえ揃えれば、ね、アドバンスでもすぐ使ってすぐ勝てるデッキタイプではあるので、ぜひ触ってみてください。はい、はい、ということで今回の動画をご視聴ありがとうございました。また動画、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。